堤正隆は、日本の元プロ野球選手。高崎商工時代は、1年次の秋から投打で活躍。2年次の夏、3年次の春には、AS として、県ベスト4に進出したが、3年次の夏は、県予選3回戦で敗退し、甲子園出場はかなわなかった。高校卒業後、2009年に、地元球団である、ベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサスに、 入団。2009年、高卒1年目ながら、後期から先発に定着。23試合に登板し、7勝2敗1セーブ、防御率1.55と、同球団の優勝に貢献。シーズン MVP、ベストナイン、後期 MVP、最優秀防御率賞に輝いた。2012年7月17日、怪我の治療に専念するために引退扱いとなり、 群馬を退団した。しかし、その後も練習生としてチームに帯同し、2013年6月8日に再び入団することが発表された。2014年8月12日の大使名のグランセローズ1000で b c リーグ史上4人目となるノーヒットノーランを達成。2016年、独立リーグで最後の年とする決意で臨み、守護神として、 グランドチャンピオンシップ優勝に貢献。10月24日、NPB からドラフト指名がかからず、任意引退となった。ボリューム、十二つつみまさたか、群馬ダイヤモンドペガサス投手13。ありがとうございます。